松商学園高等学校は、長野県松本市にある私立高等学校。旧名は、松本商業学校。略称は松商。なお、広島県に存在した松本商業高校及び、島根県立松江商業高等学校、愛媛県立松山商業高等学校、三重県立松阪商業高等学校らとは無関係である。期限となった、私塾。 私立母術学会から数えて110年以上の歴史があり、戦前からの古い木造校舎なども残っている。富士テレビで放送されたドラマ白線流しでは主要な舞台である松本北高校のロケ地となった。漫画オレンジに登場する主人公らが通う高校のモデルになったと言われている。2008年、韓国富山市の釜喜び高校との交流を始める。 2011年10月、本館と行動、八わ県道場が国の登録有形文化財に登録された。略称は松章、文化祭は松章祭。松本大学、松本大学、松章短期大学部は学校法人、松章学園が経営する系列校。また、同学園は2008年に松本松南高校を参加に収めており、 同校のコーチに2010年4月に松本修法中等教育学校を開校した。商業科にクラス、普通科11クラスクラブ活動が盛んである。特に公式野球部は春夏ともに甲子園出場の常連校として有名で、特に夏の甲子園出場は全国でも北海高等学校に次ぐ36回の出場を誇る。春の高校バレーや 全国高等学校サッカー選手権大会、ウィンターカップ NHK 杯全国高校放送コンテストにも多く出場している。空手道部は内閣総理大臣杯全国空手道選手権大会で全国優勝した経験がある。夏の甲子園春の甲子園その他、1985年に明治神宮大会、1991年に国体で優勝している。 また、中島春康、上田慶繁など12人のプロ野球選手を輩出している。平成以降、サッカー日も全国大会の常連となり、今まで J リーガー2人を輩出している。高橋よしのぞみはサガンと過ぎて、チーム史上最年少のキャプテンとして活躍。U-22 本代表として、通論国際大会にも参加。第92回全国。 高校サッカー選手権大会で1回戦、2回戦に勝ち県勢として7年ぶりに16強入りしたが3回戦で敗れた。県勢の1回戦突破は5年ぶり、松章としては17年ぶりだった。作詞は新州出身で故郷の作詞で知られる高野達幸、作曲は海浮かばで知られる新次清で出身校を問わず、 松本市民の多くが歌うことができる。同好会ではないものの毎年同好会への昇格を目指しているダンス愛好会が存在しており、学校の公認組織ではないが、男女共に多くのメンバーが在籍し人気の加害活動である。放課後学校近くの体育館などで活動している。文化祭等で発表する機会もあり、特に前夜祭り、五夜祭は、 トアリングバトン部と共に全行を沸かせる存在である。ありがとうございます。